ルーマニアン枕目ルーマニアン枕目は、トールーマニアに伝わる伝統手芸。縫い針とかぎ針を使い方布の上で仕上げ、最後に型布を剥がす一切無駄のないエシカルな手法。縫い針による繊細さとかぎ針による立体感、構図やデザインの段階で自由な表現が可能なことが特徴。この手法はルーマニアだけでなく、ブルガリアなどバルカン地方にも伝えられている。 そもそも手芸の中でも日常生活と関わりの深い編み物はおよそ8000年前から工夫が重ねられてきたと言われている。一方レースの発祥は16世紀ルネッサンス時代のベネチアと言われている。その両方の要素を合わせ持つルーマニアン枕目で特筆すべきはハギバ針だけで作るブドウの実。当地では豊上の喜び、縁のつながりを象徴するためできるだけリアルになる。 用超絶技巧を用いられている。また、バレッタと呼ばれるテクニックでの針によるつなぎ方や、リボンのようなラセッタと呼ばれる手法は、アイリッシュクロッシェレースなど他のレースにも見られることから、複数の伝統技を合わせた権威が見受けられる。主に家庭の主婦たちが、道端のベンチに腰をかけて、ご近所さんとおしゃべりしながら、雪の日には、暖炉のそばで、お料理の合間に、 針を動かす、牧歌的で、歴史的な意義と背景を持つレースで部屋を飾る、作品を子孫のために作り続けてきた。なお、日本においては、ルーマニアンレースやルーマニアレースと呼ばれることもある。ありがとうございます。